こんにちは、デカテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はメッシ選手のストップ&ゴーを解説していきたいと思います。このテクニックはシンプルなのにとても使えるテクニックで、緩急を使ってディフェンスを抜き去るテクニックになります。ディフェンスがオフェンスの動きに対して対応するということをうまく利用したテクニックになります。ぜひ今日この動画を参考にしてストップ&ゴーを身につけてみてください。それでは早速やっていきましょう。まずストップ&ゴーの使い方、使える状況としては、中央でディフェンスを一瞬止め時間とスペースを作ったり、サイドではカットインクロス前のフェイントとして使え、さらにペナ付近ではディフェンスを剥がしシュートコースを作るなど、基本どのシチュエーションでも使用可能の万能型フェイントです。やり方としてはドリブルまたは動いているボールに対してインサイドもしくは足裏を使ってボールを止めます。その後すぐに逆足で再びボールを押し出してディフェンスを剥がすっていうのがこのテクニックのやり方です。止める場所がインサイドでも足裏でもいいのは、しっかり止めるということが一番大事なので、ボールの位置や状況によって使い分けできるように自分の止めやすいところを見つけてみてください。先ほども話しましたが、このテクニックで一番重要なのはボールを止めること。ボールの動きに緩急をつけることで技の効果が最大限発揮されます。緩急を簡単に説明すると、スピードの変化のことで、速いから遅い、遅いから速いという動きをつけることで、足が速くなくても簡単にスピードでディフェンスを剥がすことができます。理由としてはディフェンスはオフェンスの動きに対応してくるというリアクションでついてくるからです。このテクニックはそのリアクションをうまく利用したテクニックで、一度ボールをしっかり止めることでディフェンスはそれに対応して動きを止めます。その瞬間に先に動き出すことで、用意ドンではなくリードした状態で勝負することができます。ボールの止め方としては、インサイド足裏どちらでも構わないのですが、僕の場合はインサイドの前の部分で止めることが多いです。力みをなくした状態で前方部分に当てることで、ボールを弾くことなく勢いを吸収して止めることができます。皆さんもぜひいろいろ試して自分の止めやすいところを見つけてみてください。これはディフェンスに対しておへそを向けるということです。この動作をするのとしないのではフェイントの効果が大きく変わってきます。ボールだけ止めても体が縦を向いたままだとディフェンスを騙して足を止めさせることは難しいです。なのでおへそを向けることでディフェンスと対峙する状況を一瞬作り出します。その動作に対してディフェンスはリアクションをしてくるので、より高い確率でディフェンスの足を止めることが可能になります。最後のタッチは蹴り出すのではなく、ボールを次に進みたい方向に引っ張っていくタッチです。ここを引っ張るイメージでタッチすることで、足元から大きくボールが離れることなくコントロールしやすい場所に動かすことができます。また引っ張る足を斜め前にタッチすればボールを浮かすことができ、よりディフェンスが奪うには難しい状況を作ることができます。ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日この動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてデカテドリブル塾が本になりました。まだチェックされてない方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.